世界の温泉地一覧は、光線の定義にかなうもので、著名な温泉地を列挙する。詳しくは、日本の温泉地一覧を参照のこと突破むっかれの、石灰パナバース市のローマフロラス線火山、国立公園の温泉北アメリカ西部の至るところに、数千もの温泉が存在し、その多くが激しい火山活動により2000万から4500万年前に、作られた。 温泉の大きさはカリフォルニア州ブリジポート北部のフォールスホットディッチのような間欠泉が染み出ただけの小さいものからアリゾナ州トノパの地底湖といった大規模なものまである。トノパの熱水泉では自然のミネラルウォーターを摂取し温泉が7つ以上作られていた。この温泉のうち2つが廃墟として現在も見ることができる。北、アメリカには多数の熱水泉が存在し、 大きなものはすべてネイティブアメリカンによって使用されていた記録が残っており、1万年以上前から使用されていた温泉もある。ネイティブアメリカンは温泉を聖なる癒しの場所と考えていた。アリゾナ州トノパでは数千年の間地面から自然に熱水が湧き出ていた可能性がある。そのため住民はこの地域を茂みの下の熱いを意味するトノパと名付けた。 この温泉の淵にネイティブアメリカンの廃墟はないが、泉のすぐ西に穀物を引いて粉にする薄の穴が複数土器のかけらや古器物が発見されたことから遊牧の狩猟採集民が長年この地を行き来していたことは確かである。現在残っているトノパの泉あるいはその傍らで非常によくできた石族が発見されており、狩猟の場としてよく利用されたことが伺える。 古器物が豊富にあることは、温泉が有志以前の人々にとって大切であったことを示している。外部リンク、ありがとうございます。